してきたその経験を生かして、教則ビデオギターのね基礎の教則ビデオを撮らせていただくことになりました、ご視聴いただきどうもありがとうございます、このビデオはねギター始める人も一番初めから基礎の基礎をしっかりと勉強して一生ギターを弾いていきたいプロになりたいそんな人の大きな力になれたらと思います、長い間ギターを弾いてきてライブ活動をされている方、そんな方でも抜け落ちているところもあるかもしれません、多くの人の役に立つような動画にできたら嬉しいなと思っております、今回は基礎の中から左手の形運指というものをお送りしていきたいと思います、ギターをね始められた方でも、挫折する方多いんですがそんな中にねよく聞くのは自分は手がちっちゃいから手が小さいから、指が届かないのでやめるできないっていう人の話をよく聞くんですが、このね運指の形を正確に正しく覚えれば手が小さい人でもね全然ギター指は届きます、このねここが開くこうね人差し指と小指がこう開くこの間はね必ず押さえれますのでね僕なんかやったらこうやるとね5フレットから14フレットぐらいですかねこうね入る間は必ずこれ音が出せるのでね、手がかなり小さい人でも運指をマスターすれば、綺麗な音が出るようになります、なので、運指の形っていうのは左手のフォームっていうのは最初のうちからしっかりと身につけていくっていうのが重要になります、その運指の形なんですが、左手の形大まかに分けると2通りあります、ロックやブルースとかの人のね弾く時のようなねこう親指を上から出したような指を斜めにするこういうシェイクハンドスタイルというものと、クラシックギターとか弾く時にね使う親指を裏に回したこういうクラシックギタースタイルがあります、これはね親指上から出すのはこれは、チョーキングって言ってこう音をね音程を上げるそういう時とか、親指で上から親指を出してね、音を消すとかいろんな時にこの親指こういうシェイクハンドスタイルっていう方が有利な場合もあります、ロックやフォークなどね弾く人の多くはこうシェイクハンドスタイルっていうスタイルを取ることが多いですが、今日はね、4本の指が自由に使える、そのちょっとこっちの方がマスターしにくいかなと思うので先に、その4本の指を使うクラシックギタースタイルその手の形運指をやっていきたいと思います、それではまず6弦こっちから1,2,3,4,5,6 一番太い弦ですね6弦のこの1フレット一番端っこのこの押さえるとこフレットですねここからのポジション1フレットから、人差し指中指薬指小指っていうのを 1,2,3,4 フレットに置くこのポジションから練習していきましょう、最初のうちに手が開きにくいっていう方は高いポジション、5フレットとか9フレット12フレットこう上がっていけば上がっていくほどこのフレットな感覚っていうのは狭くなるのでやりやすいのでもし1フレットからのポジションで指が開きにくいという方は高いポジションから始めてください、
それでこの時にまず人間の手っていうのはこの中指と薬指の間が一番開きにくいですね。ここが開きにくいので、この楽に手の形をした時に中指と薬指を基準に手の全体の手の位置を決めてください。この中指と薬指が一番楽な位置に手を持っていきます。それでこう押さえていくわけですが、いくつかのポイントがあります。このポイントを押さえながらこの手の形を作っていきましょう。まず最初のポイントはこう押さえるの表の方に気が行きがちですが、一番大事なのは親指です。親指をこう内側に曲げると良くないです。反る人は反らして、まっすぐにしかならない人、これ人によって違うんですけど、あの体質があるので、反る人は反らして、まっすぐまでしかならない人はまっすぐにして、それでネックの裏に回します。裏のネックの真ん中から少し下のあたりに回します。手の位置でいうとこうだいたい親指が真ん中辺に来るように、回していただいて、このここにこれぐらいの位置にね、親指が来るように逆反りする、ネックの下半分にね、これによって手がすごく運指しやすくなります。この親指の位置がねずれると非常に指が開きにくくなりますね。なので今あるのはこの2フレットと3フレットの間ぐらいに親指がありますね。それで次に左手の指は軽くこう描くような丸まるようなね感じにしてください。こう一本こうカクッてこうカクッてなるのは良くないですね。こう丸まるようにしてくださいね。こうね、こういう運指は良くないです。こうカクッてなると良くない。こう丸まるようにしてくださいね。指全体が、こうならないように丸まるようにね。それで、よくね隣の弦に触らないように指を立てないといけないってね、これコードを押さえる時とかはねそうなんですけど、単音1個ずつの音を弾く時、和音じゃなくてコードじゃない1個ずつの音を弾く時は、ここを寝かしてやることによって、押さえてるとこ以外は軽く触ってやることによってこの高い方の弦の雑音を消すことができます。なのでちょっと寝かしてやる感じの方が、こっちの低音弦低い音が出る弦に行った時は、指を寝かしてやる方が、雑音が出にくいですね。それでこの指の先でフレットの近くを押さえる、ね、こういう状態ですね。フレットの近くを押さえる。これフレットの近くだと触るだけで音出ます。しかしこう同じ軽く触るだけでこうフレットから離れていくと音が出なくなりますね。なのでフレットの近くを押さえてやることによって、弱い力で綺麗な音が出ます。それに、離れて力を入れると音程が上がってしまいますね。これいくらチューニングを合わせても音痴になってしまうので、フレットの近くを軽く触って押さえてやるということが大事ですね。これがまたポイントですね。それから今度は手の角度ですね。これ手がこうなったりこうなったりするとすごく運指しにくい。だいたいこのラインがこのネック、ここと平行で、この指の付け根がこのネックに触るぐらい、指のこの付け根がね、これを出しすぎたりすると手首痛みやすいですね。この指の手付け根がここのネックに触るぐらい、これぐらいで、こっちもこっちも人差し指側も小指側も離れすぎないように、角度がだいたい平行になるようにしてください。そうするとこうね、
小指側も人差し指側も運指がしやすくなります。それではこういう練習をしてみましょう。人差し指からこう人差し指で1フレットを押さえる、2フレット、3フレット、4フレット、これをテンポにのっとって一定のテンポでやってみましょう。右手のことはまた詳しくやりますが、ピックをねとりあえず持ってこう下向きにこう弾く、ダウンピッキングっていうのでやっていただけたらと思います。こう弾きます。3、4、これを綺麗にさっき言ってた条件を全部クリアできるようにこうやってやっていきますね。正面から見るともうフレットの角度によってはフレットの上を押さえてしまっているように見えるかもしれませんが、押さえてるとこはもうこうギリギリフレットのギリギリですね。全部がフレットのギリギリを押さえてます。これで慣れてくるとゆっくりからメトロノームを鳴らしてやってみるといいですね。こう1、2、3、4、これを条件がクリアできるようにね、ずっとこうやって やっていくといいですね。急に速くしても手の形が汚くなって速くすると、マイナスになりますね。良くない癖がついてしまうので、先ほど言った条件、それをすべてきれいにクリアできるそのテンポで、身につくようにやってみてください。慣れてきたらメトロノームを鳴らしてテンポを正確にね取りながらやるといいでしょう。速くする必要はありません。テンポを一定にすることが大事なのであって、ゆっくりで先ほど言った条件をね満たしながらできるようにやってみてください。いきます。1、2、3、4、親指の位置を正確にね、指を丸める、指先で押さえる、フレットの近くを押さえる、カクッとならない、手が傾かないね、ネックとの距離を指を寝かす、手首は出しすぎない。それらのね条件を満たしながらこうやってね一定のテンポで続けてください。6弦でそれができましたら今度は弦を移動してみましょう。手はねもうこの形のままです。指の形は一切変えません。この形のまま手首をこう引いて弦を移動していきますね。こうフレットと平行に移動できるようにこうねこのまま移動する。こうこういう感じですね。これが慣れたらねこれも、メトロノームに合わせてやるといいでしょう。今度は横向きにこうポジション移動するこうっていうんですが、こう何フレットからこう始まるかっていうね、これを移動していく、上がっていったり下がっていったりする、これポジション移動っていうんですが、手の形はもうそのまま
そのままの形でもうこのまま移動してあるということですね。こう全部まとめて移動する、ここまで押さえたら全部まとめてそのままの形で上がっていく、こうね、こうこう上がったり下がったりしますね。それで、ここまで先ほどからの練習も全てそうなんですが、音がぶつ切れにならないように、こう最初難しいですが、一つの音を出して次の押さえてすぐにこう弾く、音の途切れ目をできるだけなくすようにしてください。こうですね、ある程度まで上がっていくと今度は下がっていってやるといいですね。これをいろんな弦でやってみてください。今6弦でやってますが、1弦でもこうね、こう、こういう練習をしてみてください。それでは最後にね、今のを組み合わせた練習をしてみましょう。こうね、メトロノームを鳴らしてこう6弦からまずこういきますね。ここまで来たら1フレット上がります。今度は2フレットから、それで逆向きに行きます。1弦から、また上がります。3フレットから、今度また1弦から2弦3弦これを時間と相談してキリのいいところまでやっていくといいですね。最初メトロノームはゆっくりから始めて、だん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 、速いテンポまでできるようにするといいでしょう。いかがでしたでしょうか。普段ね、何の気なしにやってる運指、これもね、きれいにきっちりやろうとするとすごくね、細かく気を使わないといけないところが多いです。ただね、こうやってるとこう普通にね、こう音階弾くときとかでもね、綺麗にこうね、何も考えなくても綺麗に音が出るようになるのでね、ぜひぜひこの運指っていうのを初めから綺麗にできるように、先ほど言ったポイントを押さえながらね、身につくように何度も何度も反復練習していただけたらと思います。それでね、この動画またシリーズで右手やリズムのことや、だんだん音階とかコードのこと、実際のね曲を弾くこと、そういうことをいろいろお送りしていきたいと思いますのでね、ぜひぜひまたシリーズでご視聴よろしくお願いいたします。それと、実際にねレッスンっていうのもやってますので、オンラインのレッスン、もやってます。それと実際に関西圏の人は、いろんなところでレッスンもやってますので、ぜひねお問い合わせください。それともし
気に入っていただけたらね、役に立ったっていうことであればね、高評価ボタン、グッドボタンよろしくお願いします。それとぜひぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。これ以外にもね、ライブ動画やいろんなものをね上げていきたいと思っております。それとね、配信番組、これはねトーク、僕が喋って、間で演奏したり歌も歌うんですけど、そういうのもお送りしておりますのでね、そちらの方もまたぜひよろしくお願いいたします。長い間ご視聴どうもありがとうございました。このシリーズぜひよろしくお願いいたします。木作元房、ギタリストの木作元房がお送りしました。YouTube の方、木作元房チャンネルよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。それではさようなら。